ーロックの相田美子と不動舞です。はい、ということで舞ちゃん、はい、今回第2回目となりますよ。はい、はい、セカンドシングルリリースをかけた企画、その名もはい、ベイビーロックのニューシングルストーリー、イエーイ、イエーイ。さあ、ということで今回もやってきましたけども、はい、今日はね、どんなシンガーが打てるか今からドキドキなんだけども、楽しみだね。ただ、うん、うちら前回、うん、まあ舞ちゃんだけじゃない、私もそうだね、お力になれなくてですね、先生にボコボコにやられたよね、今回のバトルこそ、点数取らないと。そうだよね、そう、30ポイントでしょ、ベイビーロックが三陽さんからリリースされる機種をショールームやホールで実践、さまざまなポイント設定あり。ショールーム実践はパチンコパチスロライターを講師に招き、新機種のお勉強&ゲストライターとのバトル。ゲストライターとのバトルではベイビーロックの2人のうち1人が勝利すれば1ポイント獲得、2人とも勝利すればなんと3ポイント獲得。さらにゲストライターにはベイビーロックの2人を評価してもらい、その点数がボーナスポイントとして加算。総合ポイント30ポイント以上でセカンドシングルリリース、さらに総合ポイント40ポイント以上でセカンドシングルリリース&新曲お披露目ニコ生ライブ。30ポイント必要なんですよね、だからもう今回ちょっとガツッと行こう、ゴール頑張ろう。今だいぶ先だもんね。そう、だいぶ遠いよ、だいぶ遠い、ね、まだ4ポイントしか取ってないから。でもなんかさ、前回さ、なんか封書っていうか封に入ったものが届いたじゃん、今回別にそういうのない。今回ないよね。ないあったらびっくりするわ。そうだよ、まあ、あるんだね。しかもさ、でまでランクアップしてるから、ゴールドにね、そうだね、なっておりますしね。ちょっと中もね、すごい可愛くなってます。ベイビーロックのモチーフかな、ハート、ハートです。ちょっと読んでみようか、どんだけ大層なことがね、まあ、絶対大層なこと書いてる。はい、じゃあ読みたいと思います。ニューシングルのリリースへ向けて日々奮闘中でしょうか。前回は前線の末、惜しい結果に終わったそうですね。ベイビーロックの今後を占う意味でも、今回の企画では五感をフルに発揮して実力を見せつけていただきたいです、次の挑戦は自らの五感だけではなく第7感、セブンセンシズが重要となるそうです、お二人にはコスモを感じることができるでしょうか。検討を祈ります。プロデューサー K、すごい謎なキーワード。そうね、だし五感の次、ね、なんで6トンで7いったと思って。7よ、7、第7感がきっとキーワードなのよ。セブンセンシズ聞いたことないね、しかもコスモを感じてみたいな。そう、コスモって何？じゃあそれを今回の先生に聞いてみましょう。そうだね、はい、ということで、今回の講師お呼びしたいと思います。前回に引き続きこの方です。パチロ攻略マガジンライタートニーさんです。先生、お久しぶりです。いや、来ちゃいました。いや、来ちゃいましたね。グレード持ってました。まさかですね、僕も本当に来るとは思わなかったので。ですか、次は巨匠が誰か来ますからまさか自分が来ると思いませんでしたからね。はい、巨匠、はい、巨匠、お久しぶりです。お久しぶり。今回3人が挑戦する機種は週刊少年ジャンプの黄金期、はい、この時にですね、全国の男の子たちをですね、沸かせたビッグタイトルと、セイントセイヤですね、週刊少年ジャンプで多くのファンを魅了した普及の名作がパチスロとなって帰ってきた、パチスロセイントセイヤ。ゲーム数管理方式の AT 機、1セット40ゲームオア60ゲームオア110ゲーム、 50% から 88% のループ率で AT を継続させ、 AT 中は1ゲームあたり純増約 2.8 枚、コスモポイント7つ獲得でセット数上乗せも搭載。通常時は AT 発動期待度約 36% という高い確率の自力解除ゾーンもあり、常に打ち手に期待感を持たせる台が満を持して登場。はい、それではですね、差し棒を使って、はい、先生らしいですね、はい、先生らしくですね、ゲームの説明をしていきたいと思います。はい、まずですね、出玉増加のメインとなるのがこちら、セイントラッシュと言われる AT になっています、はい、で、これに突入させるにはどうすればいいのかというと、通常時2つのルートがあります、はい、で、まず1つ目は規定ゲーム数を消化すると AT に突入ということで、規定ゲーム数消化の前には基本的にはこの三口槍への道という前兆演出、こちらを経由して AT の方に入ってくれます、はい、三口槍への道の最後にはですね、必ずシルバーセイントとのバトル演出というのが発生してくれます。で、敵はですね、3人いて、ミスティよりもアルゴル、アルゴルよりもジャミアン、
こちらの方が期待が持てるようになっているので、はい、まあ、どれが出るかというのもかなり手に汗握るかなと思います。そしてですね、こちら、はい、シャイナが出てきた場合というのは、はい、超チャンス、超チャンスです。続いて2つ目のルートはこちら、日時計ミッションとなっていて、はい、そしてその日時計ミッションに行くにはどうすればいいかというんですけれども、はい、基本的にはレア役を引いて入れるんですが、通常時にさまざまな演出が発生してくれます。で、基本ですね、先ほど言いましたシルバーセイントとのバトルに勝った場合っていうのは AT 発動、はい、で、こちら修行演出の場合というのは、それに成功した場合というのは日時計ミッションへと移行してくれます、はい、基本はですね、この修行演出なんですけれども、こちらサオリ発見演出というものがあって、この演出で数ゲーム間にわたってサオリを発見しようとするセイント、はい、聖夜たちがいるんですけれども、見事サオリを発見することができれば日時計ミッションの方へと移行してくれます。なるほど、はい、そして日時計ミッション AT を勝ち取れるかどうかというところなんですが、基本12ゲームあります、はい、でその時にリプレイを引けば引くほどですね、 AT に突入するチャンスということで、リプレイを引くと AT に突入するかどうかっていうのを純粋に抽選してくれています、はい、でリプレイって聞くと7分の1でしょみたいな風に思われがちなんですけれども、まあ、実際打ってる時っていうのは約3分の1ぐらいでリプレイが出現してくれるので、まあ、普通12ゲームってなると、まあ、4回ぐらいは平均するとリプレイが出現してくれます。で、リプレイが出現した時に、まあ、プッシュボタン演出があるんですが、プッシュボタンを押した時にこの焼くものガシャンと閉まると AT 発動となります、はいはい、で、これらのですね、全てをトータルした AT 突入期待度、こちらはですね、なんと 36% 役、はい、ということで、まあ、3回やってれば、まあ、1回はそうだよね、数字的にはそうなんですよ、入るんですよ。で、しかもですね、実はこれですね、1回終わったらダメっていうわけじゃなくて、実は引き戻しなんかもあったりするので、そうなんですね、はい、まあ、とにかくもう入れば入るほどいいっていうことなので、かなり期待が持てるじゃないかなと思います、はい、そしてですね、AT に入った場合、こちらセイントラッシュに入った場合なんですけれども、最低でも30ゲーム、そして最大で100ゲーム、はい、1セットで継続してくれます、はい、でさらにこれを消化した後というのは10ゲームのバトル演出へと発展してくれます、はい、なので実質最低30プラス10の40ゲーム、はい、そうですね、40ゲームか60ゲームか110ゲームの、まあ、いずれかとなります、はい、で打ち方なんですけれども、非常に簡単で、押し順ナビに従って打っていれば、もりもりですね、言うこと聞いてればいいんですね、言うこと聞いてれば大丈夫です、はい、分かりました、はい、簡単ですね、はい、で、そのセイントラッシュなんですけれども、ループ率を持っていて最低 50%、 そして、最大で 88% となっております、はい、でこの抽選に、漏れるまで AT は継続してくれると、ただですね、最低の 50% だとしても、はい、AT がバトルで継続したとします、はい、で、バトルの継続なんですけれども、引き分け以上で AT 継続となります、はい、で、引き分けと勝ち、何が違うかと言いますと、勝った時というのはループ率の昇格抽選というのを行ってくれます、はい、なので勝てば勝つほどこの最大のですね 88% の方に近づいていく可能性があるということで、ここがですね、かなり新しい、はい、とにかく耐えればいいんではなくて、もうできることなら勝てと、そうですね、はい、さらにですね、セット数上乗せをした場合というのは超上乗せ特化ゾーンのフェニックスモードというのに突入してくれます。で、あともう一つですね、はい、こちらビッグボーナスというのがあります、はい、で、こちらはですね、白7が揃うとビッグボーナスが始まります、はい、で、基本30ゲームとなっていて、はい、ただですね、30ゲーム終了時に継続するかどうかっていう演出があるんですけれども、はい、それに、まあ、演出がですね、成功するとビッグが終わらないよということで無限と、すごい、なるほど、その意味だったんですね、そうですね、これはイオンになっています、はい、いかにここら辺を、まあぐるぐるさせることができるかと、ね、ループ、はいはい、いうのが重要なポイントになっています、はい、
はい、以上がですね、機種の概要となっております。わ、はい、かりましたか。はい、先生 OK です。あの一見フリップを見るとちょっとややこしそうに感じるんですけれども、実際打ってみればそんなことはないので、はい、もう打てば簡単に、はい、あの理解できると思いますので、はい、早速実践の方に行ってみたいと思います。はいはい、で、今回のルールはですね、もちろん今回も僕が考えてきて、やはりメインとなるラッシュ、はい、ここに入れてどうするかというのが重要なポイントなので、はい、今回はコスモを貯めるしようとなっておりますので、はい、そちらを見てください。はい、実践時間は2時間。セイントラッシュ突入、ビッグボーナス当選または継続で1コスモ、フェニックスモード突入で3コスモ。ラッシュの継続が勝敗の鍵を握る。ゴールドセイントとの戦いに勝利し、12球突破を目指せ。はい、それではですね、はい、早速打っていきましょう。はい、はい、楽しみにしていた先生や、はい、打ちたい、早く打ちましょうよ。はい、で、はい、どうですか。いや、もう先生絶対、私今回もう負けないっていう強い思いを持ってますから。私も負けないっていう強いコスモを持っていますから。コスモ持ってます、はい、僕も持ってます。僕も持ってます。僕も持ってます。はい、あのセカンドシングルは出てほしいなっていうコスモもあるんですけれども、うん、はい、負けたくねえなっていうコスモもあるので。そうやって使うんですか、コスモって。コスモの使い方をちょっともしかしたら間違えてるかもしれないですけれども、はい、とにかくですね、今3人は心のコスモが燃えているということなので、はい、それでは実践スタート。スタート。一度コスモを燃やし、バトルスタート。通常時の打ち方なんですけれども、チェリーを枠内に狙ってスイカまで滑ってきた場合は中右リールにスイカを狙うと。で、今自分チェリーが出たので中リールは敵投手でチェリーは取りこぼしません。で、右リールにチェリーを狙ってボーナス絵柄の下にあるので狙って、はい、で、3連チェリーになった場合は強チェリーで、ならなかった場合は弱チェリーとなります。間開始からいきなり中段チェリー成立。日時計ミッション発展へ期待が高まる。アリエスのムー、ブロンズへの加担など断じて許さん。私これ夜にね行ったんですけども、はい、これは夜は日時計の大チャンスです。なるほど、はい、パターンありますね。はい、日時計間沙織発見演出を経てサクッと日時計ミッションへ。サクッといきましたね。サクッと、まあ、やっぱり中段強かったのかなと思いますけども、それでサクッといきました。さすがだね。じゃあ先生、ちょっと日時計の説明を。日時計重要ですね。はい、3分の1でリプレイが成立するんですけど、はい、リプレイが成立したときに AT に突入するかどうかという抽選を行ってくれます。リプレイを願えばいいわけですね。そうですね。3分の1ですからね、はい、結構重要ですね。平均4回。平均4回、うん、ここでリプレイが成立。 AT 突入のチャンス。ガシャンとなるかどうか、うん、ラスト1回自力突入なるか。いかなかったですね。また来たよ。一方工藤、ここで演出がざわついた。あ、マリンサンクチュアリ来ました。シルバーセイントとの対戦相手は2番目に強いアルゴル。工藤、ここで勝利することはできるか。またアルゴル、さっきこれ負けちゃったやつですよね。先生、これかなりいいですよって言ってたんですけど、私はそれに敗れました。ちょっとあれですね、敵も強いですね。何回死にされば気が済むんでしょうね。工藤、残念と思った次の瞬間、やっぱり来た。相田ちゃん、はい、来たんだよ。いいね、やっぱシリュだね。いいね。
点。はい。はい。ラッシュ確定。これで1ポイントですね。1ポイントですね。1ポイント。はい、1ポイント重要だよ。でこっからですよ。ゴールドセイントバトルへ突入。AT 継続なるか。バトル。ユウさん。あ、通過した。あ、ダメだな。ちょっと弱い。そしてもう負けちゃったっぽいですね。負けちゃった？負けちゃったよ。反発？はい。まだ分かんないですよ。もう激しく食らっちゃいました。頭から落ちちゃったもん。願いは届かず。まあ、ラストチャンスもあるんだ。ドタンパツでした、私は。駆動無念、あえなく AT 終了。引けばいいんですよね。そうですよ。一方、間はサンクチュアリへの道に突入。すると先生、なんかちょっと強すぎる、強すぎたのって思ったけど、これは、これは来てますよ。来てます。はい、俺はいけるでしょう。いける、はい。あ、もう戦ってる、さあ、よく見ろ。レインボー、レインボー出ました。あるんですね。あんなところでレインボーが出るんですね。そうですよね、はい、やりました。アルゴルを倒し、間も AT へ突入。ベイビーロック好調のスタート。さあ先生、はい、ベイビーロック、はい、だいぶ先生じゃないですか。ちょっとやばいです ね。雨が光るとなんとか、おーっと、100ってたやつです。100です。さあ